じゃあ、ちょうどその学校の4年生でその時の日記が出てきましたもんで、ちょっとその辺を、かいつまんで読ませていただきます。昭和16年の12月8日なんですが、日記のところにこういうふうに書いてあります。今日は記念日、記念すべき日だ。6時半の起床サイレンとともに暖かい布団を離れ、これは寄宿舎生活ですが、寄宿舎の行事を済ませて学校行き、朝会に臨むと校長講話の最初に、今日は米軍が西太平洋において交戦状態に入ったという臨時ニュースがあった。我々はまさに国家的使命達成のため社則を守り充実した生活を送れとのことであった。我々はこれを聞いて予感をしていたとはいえ、いよいよとなったなと身に染み入るものがありました。昼食に寄宿舎の食堂に帰ると、誰かが宣戦布告だと正午の時報、続いて決めがよがある。少々報読。聞いてきた時は我々一同興奮に燃えて、いよいよ天皇の御為身命を落とすの気全身にみなぎり涙あふるる。これが当日の日記でございました。まあ私のはみんなもう挙国国を挙げて天皇を神というふうに考えて、日本の国がやむなくというか、その時の状況をそういうふうに当時は思いましたが、とにかく、戦争というものはこれは世界各国を挙げてもう絶対に戦ってはいけないというような思いでいっぱいでございます。